EV にご登場いただかないといけないんですけども、何も電気自動車の話をするわけではないんですが、あの EV にご登場いただかないといけない。ベラルーシの国防省の高官が主張したそうです。ポケモン GO スパイ活動に使われたと。ほんまですかと。ポケモン GO がスパイ活動に使われた。その心は、ロシアと軍事同盟を結ぶ旧ソ連構成国ベラルーシの国防省高官のイワノフ氏は、スマホ向けゲームアプリポケモン GO が、ベラルーシの軍事機密の収集などスパイ活動に使われていたと一方的に主張した。12日までに放送された国営テレビ番組で発言した。ポケモン GO はスマホの位置情報とカメラ機能を利用し、各地に擬似的に配置されたキャラクターを捕獲して育成したり対戦させたりするゲーム。2016年のサービス開始後、世界で人気となった22年2月のロシアによるウクライナ侵略の開始を受け、運営側はロシアと侵略を支援したベラルーシでのサービスを停止した。停止したから怒ってんのかしら、なんで停止したんだみたいなことなんですかね。停止したからなんか恨んでるのかもしれませんね。番組でイワノフ氏は、ベラルーシでポケモン GO が稼働していた当時、最も多くポケモンが配置されていたのは首都ミンスク近郊の空軍基地だった。滑走路や航空兵器があったなどと主張。ポケモン GO ではカメラ機能が使われるとし、これこそ諜報活動ではないのかと主張した。ベラルーシ治安当局は7月、邦人男性をスパイ容疑で拘束していると。空軍基地の中にモンスターが配置されていたということですね。空軍基地の中ってで写真撮影できないんですよ。別にポケモン GO に関わらず写真撮影したらこれは逮捕されるわけです。まあ日本はね、自衛隊の基地普通に写真撮ったって何の音がめもないですけども、これ世界の常識ではね、基地を撮影したら逮捕ですからね。まあ別にね、ポケモン GO の運営側がわざと航空基地に配置したのかどうか知りませんですけども、仮にそうだとしても誰も撮影できない。私の逮捕歴の話、あ、私2回逮捕歴ありますからね、いつも言ってることですけど、中国で2回ね逮捕されましたけど、1回がスパイ容疑でしたからね。あの時は写真じゃなかったんですけども、中国軍の演習場を知らないでハイキングしてたというね。これで私、あの人民解放軍に逮捕されました。私逮捕歴2回ありますからね。軍人に捕まえて、お前はここで何をしてるんだって言われて、軍事演習場を歩いてて逮捕されたっていうのが分かんなかったから、なんで逮捕されたのか全く不明だったんですよね。銃突きつけられてね、お前ここで何してるんだって言われて、ハイキングって答えたんですよ。何バカなこと言ってんだって、そのままね手錠かけられましたけどね。いやー、生きた心地しなかったですけど、まあとにかく軍事基地を撮影したら逮捕ですからね。もう撮影しようがしまいが、もうスマホを向けただけでアウトですからね。ですからミンスクの近くの空軍基地にモンスターが配置されてたかどうか知りませんですけども、仮にそうだとしても誰も取れないだろうって話でそこまでして、じゃあポケモン GO の運営会社がミンスクの空軍の写真を欲しがっていたかって、別にどうでもいいですよそんなの。ベラルーシでしょ、ベラルーシのミンスクの空軍基地、いや別にそれ欲しくないっしょ。何、相当レアなポケモンがいたかどうか、ミンスクモンスターというわけで、まあちょっとね、すげえ言いがかりで、多分ね、この国防省高官、多分ポケモン GO やってたんだよね。それで止められたから、腹いせに、諜報活動だ、軍事機密の収集だ、とか言ったんでしょうかね。まあ、お気の毒様っていう感じですけども、滑走路にカビゴンおったらウケると。そうですよね、滑走路にカビゴン受けますよね。というわけで、じゃあちょっと EV ちゃんにはお帰りいただきましょうか。はい、武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。